Give me some time, give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. 昨シーズン中にその自分が今いる場所っていうのが一番の近道である選択肢なのかっていうふうに、まあ、自問自答する機会がありまして、最終的に自分で決めて、まあ、移籍するっていうような流れになりました。僕の今の印象としては、その入ってくる前よりも入ってきた後の方がこのチームすごいいいチームだなっていうふうに思うところが多くてですね、自分の目標を達成するために今どこにいることがベストなのかっていうふうに考えた時に、全てが高いレベルで当てはまってるのがここだったなっていう、日本一のより先を見てるっていうところを、まあ、X リーグのチームとして、その日本一を目指すっていうところは、もう当たり前にあることとして、その上で日本のアメフト界に何をできるのか、何ができるのかっていうところを考えてる。じゃあ、その僕、山崎っていう人間は、フットボーラーとして日本のフットボールにどういったものを残せるのっていうところを、まあ、実際問うてきましたし、まあ、僕っていうのはその何ですかね、選手として海外のリーグにこう挑戦して成長していきたいっていうところがあって、そういうものはフットボールの発展に対してすごく直結するものだから、チームとしてはすごく応援できることだっていうふうにおっしゃってくれて、そこがすごく印象深かったかなっていうふうに思います。いかにして動けばキックがより強く、より効率的に体現性を持って飛んでいくのかっていうところを、学術的に科学的な側面からもこう追い求めていくっていう行為をずっとしていきたいなっていう、まあ、一言でまとめると世界一のキッカーになるっていうところになるのかなって。自分はもうこんなもんじゃない、もっとできるんだ、見せていきたいっていう気持ちがある人にとっては最高な環境なのかなっていうふうに思ってるので、そういう学生がこのチームをチョイスしてくれたら嬉しいことなのかな。フットボールがあるから仕事をおろそかにしていいわけではないですし、どちらかをこう言い訳にしてどちらかの足を引っ張っていくんじゃなくて、まあ始めるんだったらそこに対して覚悟を持ってやらないといけないかなと思います。